にちは。やってみようね。三式。じゃあ、でん、ゆう。一足す一は。二。まんまだ。一足す一引く一は。本当にいいの？24点。掛け算が出た。24、ここの漢字もくっつくんかい。これいろんな答え方できるのかな、もしかして。やってんね。やってんぞ、これ。掛け算で答えるんだとしたらどういう？24は 2×2×2×3？ それはこれでは作れるんかな。作れるのかな。これ3になるのか。丸にはならない。14はできるんだよね。それはでも足し算でしょ？ん？普通、掛け算を普通に使うのがあると思うんだけど、なんで見つかないの、これ。まあ、いっか。次行こう。かける、引く、足すは24。まあ、すべてのところにちゃんと入れないと、多分式が成り立たないからダメで。6かける、1、引く、6かける6、36引く、何かをする。36-2、いや、これ数字がさ、変換できるのがマジでやばいよね。今これ36で、
36-1+1=36だから、3ゲ、あー割り算だな。中どういう意味だ。3.5 かかな。3.5÷2=10って言ってるのかな。5÷10÷5は2だ。プレイヤーが1だとやばいんだよな。10÷5=2にならない。ならない。下の意味がまだ分かってないのかな。これ使わないといけないわけではない。調べるか。さあ調べたんだけど、やっぱりあの書き方としては10÷5=2、10÷5÷2っていう書き方で合ってるはずなんだけど、なんかねゲームの答えとしてはこれらしいんですよ。5÷10÷2。ちょっとね意味がわからん。どういうこと？これな、なんだろうな。なんかジョークなのか。ちょっとわかんないですねこれ。あのね、確かに、5で10を割るみたいな書き方もあるんですけど。割る数と割られる数を逆に書くやつ、それはなんかまた5を用いてみたいな、ここに別の漢字が1個必要になるやつなんだよな。ちょっとこの問題は俺には理解できなかった。考え方としてはもう10÷5でよかったんだけど、並べ順を5÷10にしないとなぜか答えにならないという、誰かこう解説してくれ。というわけで 2つの道ができました。5囲碁って、ちょっとルール知らんかもね、私。ヘイバイ。一個、色を消せ。囲むと囲んだ側が自分の陣地になるのが囲碁だよな。一個色を消せ。
一個色を消す。一個でいいんだから。左上に書いてある一個っていうのは違うの？役だったわ。22の一つをっていうふうに読んでたけど違うのか。全てのなんだ。イーダーさん、ただ白、自分が消えるのか。そんなこと、できな。できんよな。引っ張れないと囲めない。ちょっと待て、囲碁のルール知らんと分かんねえ。いや、なんか囲碁のルール的には別に今まで通りだけど、なんか特別変なルールとかないな。ここは出られないのに、上には出られる。どういうこと？100？白が上に1がここに実はあってってこと？なんじゃそりゃ。ちょっとナンセンスすぎるこれは。番外。え、だ、白は上に行くよねっていうことも考えた上でってこと？エリア外に位置があるから。から黒を取り出す。囲めないな。
むしろ動かさないんだよね。その城は動かせないよねの状態で、黒を囲う方法って何でしょうかだよね。ああ、黒ここに持ってくればいいのか。いや、自分が白じゃなくなっちゃうんだよな、それは。白を自力で作れるか？ん？あ、この白を使って黒を囲むことはできないと考えてるんだよね。自分が白じゃなくなっちゃうし、これじゃダメなんだよな。黒を変形させれば勝てるとか言ってる？黒になんか別の文字足して実は漢字にできる？墨にするとか。それっぽくないか。これだ。もう。いや、トリッキーすぎるよ、求めていることが。これもまあ当然出られるし、ここの漢字は使わないんだな。使えるぞ。ん？使えないぞ。これより左に行けないわ。おーい。これ普通にまず囲碁で考えたとしたら、黒で白を囲うことはできないのか。最終的にこの白2つあるから、白に、外部の数字とかもないし、白白でなんか文字できないのかな。これはまず白を消すには6個必要で、黒を消すには端っこだったら3個でいけるけど、これ端っこにならんので、
なんかこ、いや、そんな感じじゃないんだよ。多分、ここの文字は本当に、本当に関係ないんじゃないかな。自分が白チームだから消すのは黒でいいと思うんだよな。裏返せたりしない？しない？ん？これは一旦パスしようか？なんかわかんね。わかんねやつ。普通。どれが俺？なんで白の上に行ったんだお前。これ何？初手が分かんないけど、何これ、なんで黒で白を食ってんの。ここだけ食えるの。あ、え、囲碁のルール、いやち、あ、囲碁のルールか。押して消えてるっていうのはこのアニメーションで見えないから変なことになってんのか。普通に囲碁やる可能性がある。あるか？あんのかな。ここは普通に囲碁かい。那覇規則ルールを破れ。このステージは左上の注意書きがないよ。なんかゴール条件が分かんない。今出口を作れじゃないの。だったらこれ動かないし。ただ単純にここに黒って書いてあるだけなんだよな。あ、囲碁の盤面上にないとそもそも囲碁のルールは使えないから、この黒を
この盤面を左に右に寄せないか。ダメだ、スライドとかしないわ。なんだここ。こっち側もう一回やろうか。これも同じか。勝つための条件一色を消せ。白や黒じゃなくても別にいいんだよな。なんかまだ別にやれることがあるのか。あとあのメニュー画面のあの配置にしろみたいなことを 言うのはちょっと多分なさそうじゃない。この配置にする意味が別にないもんね。変化なし。100に対してさらにできるアプローチ。黒では今のみたいなことはできないです。100と100を使って別のやつを囲むみたいなのはできるのかな。ダメだ。100が黒になる方法があれば囲めるんだけどね。どっかから点々をもらってくるみたいなことができれば。何これね、すごい複雑なのよ今。倉庫版のパズルなのか、文字を変換するっていうパズルなのか、囲碁のルール上のパズルなのか、ひらめき勝負のパズルなのか、4つのどれかなんだけど、
どれだよ。おい。だからまず囲碁のルールだとすると、白が動かないから、端っこで囲むやつやったっけ？あれ？これやってなかった。マジか。ごめんなさい。囲碁でした。囲碁すんなよ。囲碁すん。出す順番がおかしいだろ、これ。ここって普通に囲碁の世界だった？いや、違うよね。盤面が盤面が空いてきて、なんでここだけ囲碁やんの？で、これが、ルールを打ち破れというステージで、そもそもルール文がないところからスタートしているから、勝利条件がわからんよねっていうところで詰まってるやつ。で、あの黒は、囲碁じゃないから、消せない。白は百になるぐらいしか使い道がない。百で黒を囲むができるんですかね。意味わかんないけど、いや、そんなアホなことあるか。だって白で囲めなかったんだから、これで黒囲める意味がわからんもんな。ちょっと待って、さっき白横から当たっても、あ、そっかそっか、100じゃないから白でいけるんだ。これじじ、自由みたいなのを作れたりしないか。白に縦向きにさせるとなんか、ならないよね多分ね。字が違うんじゃない、それは。自白。なんだろうな。これ答えみたいんだけどね、これわかんないよ。いや、答えはこうして五目並びとみなすが正解。ルールを破るってそういうこと？囲碁のルールが書かれてなかったので、囲碁じゃないルールとして勝利を目指そうねっていうことを言ってた。まあ、謎解き好きな人はこの辺のエリア好きなのかもね。これは一色消せ。毎回この感じ見に行っちゃうな。ぶつかるんだけど、これトリックは分かった上でどう答えればいいんだ、これ。白色を消せって書いて白色なくせばいいのかな。
しろ、でも消しきれないよね、多分これ。客が一人だけであそこに行けば勝ちなのか？客が一人だけ？この100いらないんじゃないのと思ってるけど。100個の色消せっていう意味になっちゃうのこれ。黒って押せないもんね。これはどれで来てんだ？これ顔色も移動できないからね。白色を消すことはできるのか？できる。あれでもこれ、この文字の意味は成り立ってなくない？100の意味あるのかも。100の色を消せだから、100ってこのマスには色がついてないから、それは成功しているとみなしてるのかな。文章の正しい翻訳ができないと、ここの1っていう文字が、今までは一色を消しなさいっていうふうに解釈してたけど、100色消しなさいじゃなくて、100の色を、でもそれだったら、なんかこの状態でも100の色は消えてるから成立してねえと思うけどな。このステージは中国語問題と謎解き問題のどっちもで詰まっちゃったんで、よくわかん、このゾーン面白くねえな。このゾーンやりすぎっていうか、あれか。だから中国語を分かる人圏、囲碁分かってる人圏だったら、まあ、ルール知ってるから楽しいよねって感じなんだろうけど、どっちも分かんない人にとっては、なんか、理不尽さが勝っちゃうかな。ちょっと面白いものもあったけど、トータルで見ると、作者の考えてること当てゲームみたいな印象を受けたな。算数続くぞ、ここ。じゃあ、今日はここまでにしましょうか。ここに書いてあるこの A が何を表してるかはあんまり考えなくていいか。数字は表してはいるんだけど。
そろばんの読み方は知りません。ではお疲れ様でした。